サトシのも可愛いけど、ハルカのも可愛い。ぶっちゃけこの進化系統でデザインは一番好き。猫耳イボガエル、ポケフタが可愛すぎる。ぶっちゃけリザードンよりイケメンだと思う。アニポケのフリーザー戦は神。当時選んだ御三家、母が選んだという理由で。ポケモンスリープのエースその1、石塚雲翔さん。世界一知名度のあるイモムシ、どっちが前か未だにわからない。ポケモンスリープのエースその2、鳴き声は好き、目元は好き、完璧なデザイン。なお種族地、鳩にしては凛々しすぎる。ピンク髪はインナー、ギャルみたいな髪色。人気のない方のネズミ。昔遊園地で知り合ったお姉さんがラッタをやたらをしてた。お塩の交換材料、ピジョットよりもニドリル派。ポケモン界で唯一無二の目をしてる。威嚇ヘビニアミで使いやすい妨害役。キャプテンピカチュウは声が低くて好き。アニメでたまにめっちゃ怖い。下からのアンブルが好き。お口が可愛い。進化しても可愛い。直し属地。生き耳の形がスチ。意外と小さくて毎回驚く。捕まえたことない。あれ、こんなシミだらけだっけ。キングは一人、この俺だ。お月見山より天眼山の方がよく出るという。ポケスペで山頂ぼこしてたイメージ。たけしはなぜこいつを手放した。尻尾にうずもれたい、特に冬場。歌え、踊れ、打ちまくれ。いざ行けかないにか。進化前の方が好き。子供の頃なぜかかっこいいと思ってた。お前ギガドレイン覚えるんかい。旅パで使いたいけどまだ使ってないポケモンランキング3位。この進化系統で唯一好きじゃない。ミステリアスな感じだい。地元の女子になぜか人気だった。本体がキノコだって知ってた。可愛いけどま、イオメガネと錠前の使い手。チン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 じゃない。安眠トマトちょうだい。アニメニアス単体ならアイスランク。意外とでかくて毎回驚く。ズイタウンの上でたむろしてるやつはアニメでめちゃくちゃ好きになった。足の指少な。1話だけサトシの手持ちにいたやつ。こいつ初見で犬ってわかる。置くだけ伝説って。ああ、シルベの灯台、レッドの最初のお友達。ポケステ補正でこのランク。お前逃げんな。夏目といえばこのポケモン。お前尻尾どうした。魚じゃないのにエラがある。格闘タイプといえば吉田沙保里といえば。小学生の頃自虐で自分のことをマダツボミと呼んでた。なんか普通に日本語喋りそう。小次郎大好き。海の雑魚敵といえば意外と素早くて毎回驚く。らっしゃい。昔レベル上げ作業を洞窟でやってたからこいつの色違い3匹くらい持ってる。関東地方の旅パのエース。お兄さん、どうぞ。花沢香菜の採用紙。ポケモンスナップで進化の瞬間が見えるよ。コイルショックの壁紙、実際にダウンロードした人は何人いるのだろうか。ポケモンスナップで進化の瞬間が見えるよ。ワクワクして交換したのに、おしょう弱すぎ。進化したら性格悪くなるよ。ほら、なった。ひっくり返ってペロリンコ。3D になると意外と細い。カードのイラストは好き。表情はこっちの方が好き。その下は引っ込められるのかい。イワークとセットでね。ふよふよしてるけど意外と鳴き声は鋭い。こいつが一番怖い。ゴーストタイプ代表。糸目のトレーナー使いがち。ウリリ逃げて。何、ガラルにスリーパーはいないはず。トン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 。キングは一人。この俺だ。目つきが悪い方、歯並びが良い方、黒い任天堂。3人やればモンジュのエスパー。ポケモンにしては悲しすぎる。悲しみを超えて強くなる。ポケ捨てで強すぎる。三色パンチ、かっこ笑い。ソーナンスの交換相手。毒ガスは呼吸。おなら。防御種族値高すぎる。初代で一番モテモテしてるポケモン。へそ出し T シャツ。こいつサファリゾーンに配置したやつ悪魔だろ。こんな感じの友達が2人くらいいる。絶対袋から出すなよ。霞の最推し、射撃の達人。トサキン、トトサキン、トトサキン、トトサキン。デザインはめちゃ好き。いや、ポケカのゲームのチュートリアル。こいつ絶対サトシママと出てる。世界一かっこいいカマキリ。まさかまさかまさにまさか。やつはまだ本当の実力を見せていない。吉野家も好きだけど松屋派。キングは一人。この俺だ。悪の組織のボスの手持ちにいがち。世界で一番愛されてるなめくじ。変身して目が点になったフォームが好き。レッツゴー最強装備はメガネ。英語圏だとシャワーズ推しはド変態扱いされている。サンダース推しは中二病扱いされている。ブースター推しは無視されている。トライアタックといえばポケステだとクスかわいい。大人になってからオムスター派になった。本物のカブトガニが好きになった理由。子供の頃はカブトクス派。昔はものすごく強いと思ってた。アニポケのコモミ戦は神。山頂の中で一番見た目良い。山頂の中で一番強い。山頂の中で一番フライドチキン。口どこ。お前電磁波覚えるんかい。マルチスケールはちょっとやりすぎたかもしれないね。映画でクソ泣いた初代のやつね。未だに CV 山寺光一と信じられない。